ベンヤミン・ライヒは、オーストリアのアルペンスキー選手。チロル州、アルズル出身。身長181センチメートル、体重83キログラム。スキーはアトミックを使用している。英語読みでは、ベンジャミンとも表記される。1996年にアルペンスキー、ワールドカップデビューを果たす。2年後の1998から1999年シーズンから、 本格的に参戦。その年のスロベニア・クラニスカ・ゴラ戦、回転で3位に入賞し、初の表彰台に上る。また、翌日のオーストリア・シュラドミング戦では、回転で、ワールドカップ初優勝を遂げた。その年はまた、オーストリア・フラフハウ戦では、大回転で優勝。クラシックレースとして、有名なスイスウェンゲン戦では回転で優勝し、このシーズン3勝を挙げた。 その後も1999から2000年には2勝、2000から2001年には4勝と順調に勝ち星を重ねていく。また2000から2001年シーズンにおいては開店で初の種目別優勝を果たした。そしてその年のアルペンスキー世界選手権3区とアントン大会では開店で銀メダルを獲得している。オリンピック初出場になった2002年の ソルトレークシティオリンピックでは回転と複合で銅メダルを獲得している。しかし、翌年の世界選手権サンモリッツ大会では回転と大回転に出場するが回転の4位が最高となり世界選手権のメダルには届かなかった。2年後の2005年に行われた世界選手権ボルミオ大会では格好以外の4種目に出場し回転と複合で金メダル。 大回転で銀メダル、スーパー大回転で銅メダルと出場全種目でメダルを獲得するという快挙を達成した。2006年のトリノオリンピックでは前年からの好調を維持し回転と大回転で金メダルを獲得した。また回転では2位のラインフリートヘルプスと3位のライナーシェーンフェルダーと共にオーストリア勢で表彰台を独占した。 この年のシーズンではワールドカップで7勝を挙げて自身初めてのワールドカップ総合優勝に輝いている。その後も2007年のオ霊大会でスーパー複合で銀メダル、2009年のバルデゼール大会で大回転で銀メダルを獲得している。2010年バンクーバーオリンピックでは格好以外の4種目に参加したがメダル獲得はならなかった。 最終的に、オーストリア男子アルペン勢は、アルペン初開催で一種目しか実施されなかった、ガルミッシュ・パルテン・キルヘン大会以来のメダルレインに、終わるという大惨敗を喫する形となった。技術系よりのオールラウンダーで、格好種目をやや苦手としており、アルペンスキーワールドカップでもこの種目は、大体いい10位台が、指定席である。スーパーも時折表彰台に上がるが、 技術系種目の回転大回転ほどの強さは発揮できていない。もっともこれはあくまで他のシード選手と比較してであり、数少ない全種目入賞を数シーズンにわたって続けていること自体並みの選手ではない。FIS ワールドカップ。ありがとうございます。